どうもこんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は自民党分裂化ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、石橋茂総理が裏金議員を非公認にしたことによって波紋を呼んでるわけなんですけども、これは、あの結局ね、非公認、裏金を問題にしてますけれども、非公認にしてないのは安倍派の議員だらけということで、安倍派潰しじゃないかと。 いうことは言わわれてるわけですよね、まあ、その一方で、まあ、今回選挙といいますか党内選挙で負けた高市さんなんかは、まあ、いわゆる安倍派側の方々に今は支持されてる状況にあるので、まあ、裏で大勢力になりつつあるみたいな話もあってこれはこの場合いくと まあ普通で言うと分裂か、まあ、あるいはまあ石破茂総理を引きずり下ろして高市早苗さん等々ととがですねまあ総理になっちゃうとか、まあ、そういう話もいろいろあるんですけどね、まあ、やっぱりどっちにしてもですねまあまあ賭けに出たのか滑ったのかわかりませんけども今回の決定によって で自民党の議員が、まあ、あの公明党と合わせても、ね、過半数割れみたいなことが仮に起きたらですね、まあ、自民党だけで過半も取れなくても、まあ、やっぱり公明党の協力がいるって話になるんで力がかなり抑制されるしまあでも石破総理にしてみたら別に公明党とがっつり組むのはあんまり違和感がない <laughs> のかもしれないですけどね。はいまあ、という感じでさらに連立を組んだとしても。 あの保てないっていうことになっていくとじゃあどこと組むんだみたいな話になってぐちゃぐちゃになる可能性があるわけですね。はいでそうするとそういったなんかリベラル政権誕生みたいな今感じになっちゃっていてそうすると保守派側っていうんですかね保守系統の方々のまあこう投票の行き先ですよね。はい がどこ行っちゃうのかねみたいな感じで自民党にはだからこんな感じになっちゃうと入れづらいからまあ小選挙区でねなんか応援する議員さんがいたら入れるかもしれないんですけどだから場合によってはそのなんかこう票がね、まあ、日本保守党に流れるかもしれなくてで日本保守党は、まあ、今回5議席取ったらまあ国政政党の要件を満たすとあっ5議席だけじゃないやえっ、ー、と国政政党の要件3%でしたっけちょっと あの衆議院の方は記憶があ昧いですけどいずれにしてもまあご,ご議席取ったらまあ間違いないんで、まあ他にもいろいろできることがあるんでまあ少なくともご議席を目指すっていう話らしいんでね、まあ、そういった意味においてでもご議席どころかこの流れでいくともっといくかもしれないんですよね。 はいまあ、今までそのただの一位政治団体だったところがこんなに急激に伸びるってのはまあなかなかないんですけど風は吹きまくってるんでね、まあ、いずれにしてもですね今回国政政党の要件を満たせば来年の参議院選挙とか、まあ、あるいはなんかこういわゆるこうなんていうんですかね今後政権っていうのかななんかこうぐっちゃぐちゃになると思うんですよねあの <laughs> だから改めてもう一回また選挙しましょうということになるもう可能性としてはない。 わけではなくって、まあ、今回なんか石破さんが中途半端な感じのなんかこうなんていうんだろうなこうギリギリとかね、まあ、関数いくかいかないとかっていう感じでいう票になった時にうまく政権運営というかがうまくいかなくってでそうするとじゃあ来年参議院選挙があるからそれまでの間にまあいろいろ足を引っ張られているのなでうわーってなってる中で、まあ、じゃあもう一回やったらみたいな <laughs>。 <laughs> 感じになる可能性もあってですよでそうすると衆参、まあ、同時選挙みたいなやつがあって一気にまあ勢力図が書き換わるみたいなこともありうるわけで、まあ、これについて本当はどうなるか分かんないんですけどね少なくともあの衆議院選挙まであとわずかって感じなんで石破茂さんがまあ今回まあまあ要するに勝利すればですよ、まあ、それはそれでうまくいくのかもしれないんですけど、まあ、ここまでのことをやっちゃうとちょっとね、まあ、難しいんじゃないのかなっていうのがまあ私の感想で。 はい、というわけで、こちらジ、ジイドットコムさんの記事なんですけど、変質期間を首相判断、裏金議員非公認、歓迎と反発衆議院選というところですかね。で、まあ、世間の期待と党内融和の板橋さんになっていた石橋茂総理をようやく判断を下したということで、えー、と選挙で裏金議員の比例代表との重複立候補を認めず、さらに、まあ、これは結構でかいと思うんですよね。 えっと比例復活はないとで一部は小選挙区で非公認にすると表明ってことで、まあ、こう自民党にいるメリットを全て剥がしたみたいな感じじゃないですかね。はい、ということですね一旦原則公認に傾きつつも建設期間に押され当初の主張に立ち戻ったってことなんですけどね。 まあねあちこちにゆ,るゆ,るゆら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 揺れてるんで、まあ、この判断が揺れることそのものもちょっと危ないよねという感じですかね。はい。というところで、えっ、ー、と、はい。まあね、少なくとも総裁、あれですかね、総裁になれると思ってなかったのかな、<laughs> 自民党の <laughs>。 だから結構まあそれなりにいろんなことを言ってたものが今ブーメランとして刺さってきていてまあ野党からしたら嘘つきと言われてるような状況でそりゃそうだよねとまあ要はね自分が総裁選に帰ってすぐ選挙なんかやったらそれはよろしくないですよっていうことで小泉進次郎さんとか批判してたのに、ね、すぐやっちゃうみたいな <laughs> なんじゃそりゃみたいな感じですかねはいまあっていうところで まあとにかく、まあ、非,非公認であるとか比例の重複を認めないっていうことになって、まあ、そのことによって、まあ、安倍派議員ですよねの影響は甚大だって感じで、まあ、どっちにとってもね、まあ、批判されたと思うんですけどもやっぱりなんかこうなんていうの難しいんですけどなんかこう仲間をやっぱり守る方向性に行かないっていうのがままあまあ組織が壊れる時のまあ,あるあるみたいな話で。 でただそういう時にまあ生き残る手段としてはないわけではなくって要はもうまあ党内戦争みたいな感じになってるっていうか、まあ、もう仕掛けてるも同然ですよこれね。でやるんだったら徹底的にやるっていうのがまあ一つあってそれは資格を立てるってやつですよね。ただそれも時間がなくて当然できないとか、まあ、そういうのがあってまあだからちょっとなんかこうグラグラしてますよね。だから選挙にに勝つために立憲民主党と とか野党に準備させないためにすぐ選挙にこう突入するんだけどでその中で裏金議員は、まあ、こう公認認めないとか比例の重複認めないとか、まあ、そういう感じでいわゆる票その人たちが持ってくる票を削るみたいな行動していてなんていう、まあ、アクセルとブレーキみたいな感じですよねなんか本当になんかそんな感じだな<笑><笑>まあアベノミクスみたいな感じですかねアクセルとブレーキみたいな感じになっちゃってねはい。 はいまあまあ、正確に言うとアベノミクスと消費税みたいな感じですかね。はい、ではい、ということですかね。で、えー、っとあと小泉進次郎さんとかもなんかまああれですかね粛清派ですかね自らに鋭いメス入れなければならないと意義を、まあ、強調っていう感じですかね。はい でまあ、結局比例復活すると裏金ゾンビと言われるっていうところもまあまあそれはそれとして一応ある,、まあ、あるんでしょうね。はいただ裏金問題の何がダメで何がっていうことを明確に示してからじゃないとよく分かんないって感じで最近大石明子さんとかも炎上してますけどなんか何が違うんですかねみたいな。あの <laughs> はいでなんかその辺についてはまあ なんて言うんだろうまあ、党内で整理がついてないってことだったのかもしれないんですけど、まあ、良くないとするならばまあ他党の話とかも含めてね他もだって不記載してる人とかいるわけでしょだからまあその辺についてちょっといろいろんかねまあちょっとそのどうなのかなっていう話がありますけどね、まあ、いずれにしてもええと 会見し整理審議にも出て一定の説明責任を果たされたのではないかっていうことですよねまあ旧安倍派の方々はみんなそんな感じで安倍派潰した後の反発が渦巻いているということですねで若手議員はこれで選挙結果が悪ければ石場卸だと行きまくということですよねだからこの状況で勝ち上ってきたらそれは選挙に強いっていうことになりますからねその方はね、はい、でしかも小選挙区で勝つたら自らの まあ力ってことになりなりるわけではいさあどうなんでしょうただでも党内の構図はちょっとだけ変わるそのいわゆる安倍派の方々に簡単に言うと比例の重複は認めないみたいな人がいっぱいいるわけでしょ。その中でまあまあ石破さんに味方してくれるような議員がどんだけ増えるかっていうことかもしれないんですけどまあとはいえなんかね この間の,その総裁選において石破さんが圧倒的に支持を得たわけではなくてまあ決選投票でまあ勝っただけの話なんでねそれは簡単にその辺りについては。 もうどうしても石破って人は数少ないわけですからそこはいつでもひっくり返るっていう状況ですよねただまあ任期がまあそれなりにあるわけでどうなんでしょうとだから結果が悪ければねそれはやめろって話になるわけですけど、まあ、それこそね私が以前から言っている総理大臣が反抗さないもんねってなるとね石破さんが辞めなくて自民党が本当にぐっちゃんぐっちゃになる可能性も秘めてるかなっていう感じですよねはい。 はい、というわけで、まあ、この判断するにあたっては、まあ、支持率がそんなに高くならなかったという問題があってそれがこちらですね TBS ニュースリーグさんなんですけども石破内閣の支持率51.6%ということで2001年の小泉内閣以降歴代内閣で発足直後の支持率が 2008年麻生内閣に次ぐ低さということですね、まあ、麻生内閣についてはそもそもかなり結構条件がよろしくない時になったので仕方ない面があるんですけど、まあ、石破さんは、ね、一応今まで人気があると言われている中でこの低さはどうなんだということなんですよね。はい、でまあ電話による調査だったのでどっちかっていうとまあ高い年齢層。 のの人のが出てるわけでただ選挙に行くのも高い年齢層の人が行くんでね、はい、まあある程度合ってるのかもしれないですね選挙結果にこれがそのまま反映される可能性が高いということですね。はい、で,で私どっちかというとこの支持できるっていうのよりも支持できない人が43.5%もいるってことに驚いてなんか。 結構その新しく何かか生まれたとにふわっとみんなな支持すするじゃないですかだからもうちょっと高くいくだろうと思われてたんですけど、まあ、それでも51.6%でで普通はなんかちょっとよく分かんないっていう数字の方がそれなりに高いんですけどだし最初の方は支持できないっていうのは少ないんですよねなんですけどもう支持できるにもう肉薄してるじゃないですか43.5%ってでまあ支持できないっていうのは結構 こう強い意志があるるわけでで支持できるに比べてねなんとなくなんか興味がなかったら次の総理大臣石破さんなんですかはいあ頑張ってください支持しますっていう人がどっちかっていうと多いと思うんですけどもうこれを支持できないって言ってる時点でまあかなり強いあのひ批判っていうか石破さんどうなのっていうのが、まあ、ここに表れてると思うんですね。しかもこれってえっと非公認が決まってない時に多分調査したやつだと思うんで。 あのそうなってくると、まあ、今後支持は下がり支持できないっていう人がもっと増えるかもしれないですよねただ石破さんはこれはなんか自分が裏金議員をなんかちゃんとやってないからだっていうふうに判断したんですかね <laughs> あのこの辺りの数字が興味ありますけどねはい裏,裏金議員を公認しないっていうことが評価されて、まあ、上がるのかあるいは仲間を差し出すみたいなことについてみんなが違和感を示すのかよく分かんないんですけどその岩盤岩盤のこの、えー、と支持できない層が 変わらないのか積み上がるのかっていうのがまあ一つポイントだとは思いますけどねはいはいでただ一応アンケートの中でこれかえっ、ー、と石破内閣の誕生で派物の裏金問題などを失った政治の信頼回復に繋がるかどうかを聞いたところ72%の人が思わないと答えましたというところですかねはい でそして、えーと、公認することについて75%が理解できないと答えたということなので、まあ、何かしらの対処しないから、まあ、このような数字が出てるというふうに思ったってことなんでしょうね。はい、はい、というとこですかね、まあ、いずれにしてもですね、まあ、これを受けて結局、公認しないっていうことになってしかも安倍派、まあ、あに対してですよね。 っていうことをやってきたんで、普通に当選して戻ってきた後は、まあ、ちょっとその逆襲を食らってしまう可能性が出てきたっつうところですかね。はい。で、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、こちら、その裏金議員の萩生田さんというかと言われている萩生田さんなんですけども、えっ、ー、と、今回非公認になっちゃったっていうことで、ちょっと話少しだけ逸れるんですけど、まあ、ひろゆきさんがね、この件を指摘したらですね、ちょっと激おこみたいな感じで <laughs> 訴えるぞって言われてる件があって。 はい、で、石破さんがですね、えっと、いわゆるあえっと萩生田さんがまあ公認されないんじゃないかということを受けて、えー、そのニュースに反応して、X で萩生田議員の画像を添えて、統一教会で教会長と一緒に信者に説教したり等々ですかね、うわーって書いてて。あ <laughs> の <laughs> と <laughs> いうことで、まあまあ、煽ったっていうか、まあまあ、そういうこと言ったと。で、これに対して、萩生田銀の X のアカウントが反論して、まあ、これは、当方が完全にしている否定している内容をもとにしたものであって、事実無根の情報を含んでおり、当、まあ、方の名誉を著しく毀損するものですということで、訴えるぞ、みたいなところですかね。はい。っていうのがあったんですけど、私が見たときは消えてなかったんで、別に、あのまんまにしておくのかな。まあ、 どうなのかな、のかだから結局真実相当性みたいなとこで争っていくのかなっていうとこなんですけどまあまあでもこういう選挙前にこのような印象操作がなされるとまあ大変でしょうねって感じでまあそういった攻撃がまあこれからどん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 まあ強まっていくんでしょうけどもその中でまあ当選して戻ってきたらそれはまあ,あの評価されていくことにはなるでしょうね。 はいであと最後にですねこちらの民家舞さんの記事の方で石破卸しが始まった年内持つのかベテラン秘書を転げ始めたら早いだろう今度は自分が背中を打たれるンというところですかねはいでまあちょっと総裁選の様子はずらーっと書かれておられていてですね で総裁選を取材した全国紙政治部記者は、えー、岸田前首相と森山幹事長そして菅首相を中心とした高市包囲網が決選投票で爆発したとまあ解説するというところですかね。はいだからまあそもそも石破さんがめっちゃなんか支持されたっていうよりは高市さんをしなんか総理にしないみたいななんかそういうような動きがあったのかなみたいな感じですかね。はい で,で菅首相は自らに近い無所属グループと小泉氏の擁立に動き、決選投票で100票以上差配できる集団が出来上がってたって感じでね、まあ、最近はなんか動きが全然、こうなんかこう、全然健康そうに見えないんでね、その辺の心配もありますけども、力としてはすごいあるという状況ですよね。 はいでそんな中ですね、麻生派ですね、唯一の派閥を率いる麻生さんはですね、第1回目の投票から高市に投票するように所属議員に指令を出したって感じで、こっちは高市さんで行くぞっていうところが麻生派から河野大臣が立候補している等々ですかね、それから重鎮のあまり氏はこ、こ コバホークさんですねをしてるとかって感じでまあちょっとなかなかそこの辺がまあまあ難しかったっていう感じですかねまあ当然決戦投票では動いたでしょうけど1回目の投票ではちょっとなかなか難しかったと ということで、まあちょっとね、まあすでに今回においては、ですね、岸田政権まで主流派であり続けてきた麻生派と旧茂木派は、まあ高市邦明に対抗できるほどの力はなかったと言えるという感じですね。でそんな中、高市氏にとっての救いは、森元首相や萩生田光一政調会長をはじめとする、清和政策研究会、いわゆる安倍派の支援だったということですね。最大派物として一時は100人近い勢力を誇り、 えー、小泉純一郎政権以降主流派として、えー、県政を振るってきた集団だということですね。で安倍元首相が亡くなってからは裏金問題が直撃する中で最大派閥は解消されることになったが主要、えー、メンバーからの支援を得られたことは今回の総裁選での最大の成果だろうということですね。だからまあ、いわゆる 次の選挙でね、えー、次ってもうすぐありますけど、石破さんが負けたら、もう一回やっぱりじゃあ、総裁誰にすんのかとかですね、まあ、そういった話にもなりかねないって感じで、まあ、その時にまに、あ、今回手にしたカードっていうのが、まあ、強いよねっていうことですかね。で、さらにご自身としては、えー、っとですね、補修系議員から厚い支持を受けてるっていうところですよね。はい、だから1回目はそのやっぱり 派閥の問題とか、まあ、いろんなそのしがらみの中で入れる人が決まってた人も2回目は決選投票では高市さんに入れたっていう人もまあいらっしゃるという感じで、まあ、一応保守っぽい議員さんは大体そんな感じの動きでしたよね。はい はい、でそこに加えて、えー、と石破政権で非主流派になった麻生さんですね。ま,あ、まさにとか茂木さんとの共闘も期待できるということですよね。だから石破さんがここの辺り全部をぐわーって崩せるかっていうとまあなかなか難しいんじゃねみたいな、まあ、感じですよね、はい。というところですかね。うん、だからまあちょっと麻生さんがまたキーマンになる可能性がね、まあ、出てきてるっていう状況なんですけど。 はい、でまあ、まあ、それにしても力を持ってる方々がとにかく年齢が高いんでね、まあ、健康問題も含めてこの問題においては絡んでくるってことでいつどうなるかわからんって状況ですよね。はいという状況でまあ、今めちゃくちゃまあまあ。あの 裏,裏側っていうのかな、もう1回、今、もう1回選挙があれば、ですねかなり党内選挙があれば、まあ、かなりいい統制の確率が高くなっている高市さんなわけなんですけども、いつ仕掛けるのかということで、タイミングは今後1年で3つあると、1つ目は今度の衆院選直後ということですね。はいで、えーと、現状、支持率も低いので、まあ、負ける可能性もあるわけですよね。はい はい、でさらに安倍派の方々、裏金議員の方々も、まあ、公認しないとか、いろいろやってるわけじゃないですか、そこまでやった結果なんで、当然、責任を問われるっていうことにはなりますよね、結果が悪ければ。っていうことも出てるということで、まあ、そこで、かつて石破氏がやってきたように、後ろから鉄砲を打つことも考えられるっていうのがあると。はいまあ、要するに選挙、次の選挙で負けたタイミングが1つと。で2つ目のタイミングとしては、 年末の、えっと、税制改正作業予算編成プロセスだということですね。高市氏は安倍首相の大胆な金融緩和等々ですかね、を一緒にやる姿勢っていうんですかね、を示した中で、一方の石破首相はですね、増税プラン等々ですね、岸田政権の路線を継いでるんですよね。まあ、これが最大の問題だと思ってて、はい、そこで12月の税制改正作業や予算編成にかかるタイミングで、 高市はじめとする新アベ,ノミク派アベノミクス派が異論を唱え続ければまあ党内基盤が脆弱な石橋は一定の配慮をせざるを得ないだろうということですかね。まあ、今ブレブレレですからねでそして最後のタイミングとしては来年夏の参院選だということですかね。はい、で石橋は論戦に強いと言われてきた野田氏と予算委員会でぶつかれば支持率を削られていくのは間違いないと見られていると。 でこれ今までね与党の人がちょっと無理筋なこととか理想論とかあるいはその話みたいなことをするって感じでまあまあマスコミ受けしそうなことについてワーッとやっててそこについては飽き飽きしてる人も多いと思うんですけどまあ下手すると <laughs> 野田さんと,、えー、っと石破さんでいうとどっちが与党なんだみたいな話になる可能性すらある,あるわけですよ。しかももそんななにこう立ち位置も違わないので でそうするとまあ石破さんよりなんか野田さんが言ってる方がなんか正しくねみたいな感じになっちゃったらまあそれはそれでまた求心力下がるよねということですとまあそうするとまあまあ野党の方はですね次の参院選に向けての協力体制がより強固になっていくし自民党内部からもやめろっていう声が高まっていくと。というわけで。 どこかの段階で石場卸がしが、まあ、起きたらもう転げ落ちるの早いだろうねっていう話もあるんで、そのような状況は整ってますよと。 いうことなんでまあ、とにかく石破さんが力を発揮するためにはやっぱ次の選挙は非常に重要で、まあ、そこで勝つとかあるいは自分の敵対勢力みたいなやつをもうなんかこう対立候補を立ててぶっ潰すとかなんかそういうのが必要なんですけど現状はその辺もねお気に入ってる判断が多いかなって感じなんでちょっとまずいんじゃないかなっていうことですよね。 はい、でそして、さらに今回は高市さんとか、まあ、安倍派の議員とか、いわゆる保守系って言ったらいいのかな、まあ、その界隈を応援したい人が自民党に入れずに、なんかその票がですね、日本保守党にはな 入る流れがあってでこれがそれなりの勢力に育ってきた時にじゃあ自民党がちっちゃくなりますどこと連立組みますってかってなった時にリベラルっぽいと行きたい時は公明党で保守に寄りたい時は日本保守党とかっていう感じになってって場合によってはここが非常に大きいキーマンになるなんて言うんでしょうね党になる可能性を秘めてるわけですよね。で今めちゃくちゃゃくその 追い風があるんで、まあいわゆるどのくらいね議席を積み重ねられるか、どのくらいの,あの議員さんを送り出すこと、いい候補者ですねを擁立できるかっていうのがポイントで、だからめちゃくちゃ選挙得意な人がねバックにいれば何とかなるんでしょうけどさ、その体制が整っているかどうかについては今後明らかになっていくでしょうということですね。はい、というわけで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。